九州大学に入って良かったことを教えてください。質の高い教育環境の中で学べることがいいです。電気通信情報の幅広い分野を学ぶことができたことです。高い目標を持った友人に出会えたことです。就職も決まられたそうですね。大学のサポートもあって通信業界への就職が決まりました。女子高生の皆さんへメッセージをお願いします。私も進路を考えた時に女子が少ないかと不安でしたが、家族のように親しい友人がたくさんでき、素晴らしい学生生活が送れました。これからどんな研究をしていきたいですか？情報通信技術を通して、特に遠隔治療の面からバングラディッシュの貧困層に対する支援の研究を行っていきたいです。東日本大震災以降、日本の電力供給の仕組みについて考えさせられ、スマートグリッドシステムの研究をしていきたいと考えています。ソフトウェアとハードウェアの両方の側面からコンピューターの性能を上げる研究をしていきたいです。医学部と連携して脳地図を開発する研究がしたいと思っています。超伝導技術でできた送電線を使って電力をロスなく輸送できるようにする研究をしたいと思っています。車椅子を押すロボットの開発に携わりたいです。半導体を利用した太陽電池の研究がしたいです。